うんうん。OK <ス>ーー。今日のセカンチャン。あのね、俺一つ許せないことがあって、まあ、何かっていうと、あのバイキングとかでこう食べ物を取ってくるはいいんだけども、それをね、残すやつ。あれはね、よろしくない。あのね、バイキング、あん、ビュッフェ、デュ,ビュッフェ、ビュッフェとかってさ、あの、まあ、要はさ、自分が食べられる分だけ取って、 そのね、おしゃれに食べるっていうのがビュッフェなわけだよ。まあ、言い方を悪くすると、まあ、バイキングね。じゃあ、ちょっとね、ここで話をね、ちょっと変えるよ。あの、ね。みんな子供の時を抑えて、いただきます。いただきますっていうのはどういうふ何のためにあるか知ってるね。それはね、豚肉、豚、ね。料理とかにあったら豚肉、牛肉、鶏肉。ね。それの命を奪っていただくわけじゃない。ね。草も、 その生きているものを取っていただく。だからいただきます。っていうわけよ。ね。その命をいただいてごちそうさまでしたっていうわけですよそれが日本人のね、式きたりなんだよ。それを残すのはどうかとね、思うんだ。ね。知ってるかお米一粒には88人の神様がいる。なやおよろずの、まあ、そのは、そのネタ前のセカンジャーネルとかでやったからやんないけども、 ね、とにかくバイキングとかでね、たくさん取ってきて、食べ放題でたくさん取ってきて残すのはやめようっていう話だよ。俺ね、それ許せないと思うね。だから、命をいただき、いただくんだから、ね。我々は命をいただいてごちそうするわけだ。だから、せめてもの敬意として取ったものは全部責任持って食べようっていうお話でした。以上、今日のセカンド、うーん、うーん、うん